この黒いのがあるのがオスなんです。で、メスはここにこれがないんです。で、この朝の富士バカマにはオスが 90% 以上がオスが強い。で、ほとんどオスっていうのはこの富士バカマにはメスを引き寄せるため の、うん、そのある物質がここ分泌しようとして、オスばっかりが来て、それでこのオスがそれを体を吸い取って熱を引き寄せるための、うん、で他の花には来ない、うん、でそういう種類のが山に張ったりする、ね、そういうものを吸ってこれが、うん、でメスもこうことね、さっきメスもいるんですけど、でメスは本来はこう今から奄美大島とかに行って卵を産んで死ぬんです、うん、で春孵化して、うん、今度は春化したのが今度は夏秋の期間で東北とか青森とか島とかに飛んで神と言って夏をそこで卵を産んで死んで今度それが孵化したのが今冬今度はこれということを行ったところで卵を産んで育ったのが南下したり北上したりこういう性質のもんなんです。で今これは、うん、今から奄美大島から屋久島から台湾がどっかあの辺に沖縄かあの辺に行くんで、どちらかのお名前か名字かイニシャルか